くまぱん園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまぱん園芸ナビゲーターこびです。そしてこちらが遠い国からやってきた園芸アンバサダーでいいのかな、くまぱんおじです。今日もよろしくお願いします。今日はくまぱんおじがお気に入りのアボカド栽培その後のお話になります。いい、くまぱん一緒に行くよ。アボカド通信第3回目になります。ごめんなさい、今日はね、いつもよりね拍手が多くなっちゃいました。さて、くまぱん園芸で4月22日から始めたアボカドの種からの栽培のお話ですが、早いもので気がつけばもうなんと2ヶ月以上経っていました。一緒にあのアボカドを育てていただいてくださってる皆さん、皆さんの大切なねアボカド、お元気ですか？引き続きツイッターのハッシュタグくまぱんアボカドでコメントねお待ちしております。でね、前回のアボカド通信2回目、それがだいたい1ヶ月ぐらい前でいいのかな、くまぱん芽が出てきて植え替えをしたところまでね、あのお話しさせていただいたと思います。では早速今の状態を見ていただきたいと思います。まず一つ目のアボカドです。こちらですね、これになります。全くと言っていいほど成長の気配が感じられません。これは相変わらず腐ることもなくね、ただ変化がないというだけって感じです。引き続きこちらの方もね、まだまだね様子を見てみたいと思います。ちょっと心配ですよね。で、次に2番目のアボカドはどうでしょうか。あ、くまぱん王子が取りに行ってくれました。ありがとう。え、何これ、これうわー、こんなにありました。こんないい調子に育つものね、くまぱん。根が出たアボカドの種を土にこの間、前回ね植えたんですが、1ヶ月弱でぐんぐん伸びて、これ葉すごくない？葉が展開してきました。もうね、良い感じしか、ハッピー感しかもうこの辺漂っていないよね、私たちの周りね。このまま大きくね育ってくれることを願っています。あ、舞い踊ってる。ちょっとね、くまぱん運気上がるように、なんかくまぱんの前の近くに置いた方がなんか育ちそうな気がするので、こっち置きますね。次に3つ目のアボカドの種です。これはこちらになります。よいしょ。これはね、前回までね全く動きが見られなかったんですが、突然種の下の部分がねパカッと割れてきました。順調にいけば多分ね数日ぐらいで根が出てきて、その後すぐにね芽がね出てくる予定ですはずです。ところがこの種は上の方まで亀裂が入っていないので、これはちゃんと芽が出てくるのかちょっと心配だよね、くまぱん。上の方もね割れてくるといいよね。またね、無事に芽が出たらすぐに土に植え替えてあげよう。ではこちらを置きます。くまぱん園芸のアボカドはね以上のようになります。で、次に皆さんのねアボカドの様子もね一部ご紹介させてください。ではまずね、スーさん、職場でアボカド栽培を始められたそうです。付箋がねカップに貼ってあるのはお仕事してますっていう、なんかバリバリ感があってかっこいいですよね。2つありますが、両方とも芽が出てきたそうです。職場の環境がいいってこと？くまぱん。次にアボカドキブさん、キブキブってきちゃった、すごいね。土植えのお写真を投稿していただきました。21日目で約17センチぐらい になったそうです。とても私たちより成長の時より成長早いですね。それに比べてやっぱりくまぱんがのんびり屋さんだからかな、我らのアボカドはねちょっとのんびりしすぎ。次にまみこさん、くまぱんよりも1ヶ月遅れでスタートされたそうです。でもね、もうなんと芽が出てきたそうです。くまぱんも
ちゃちゃっと追い越されちゃっているようです。ちょっと前の情報ですから、もしかしたら今日あたり、今では もっともっとかなり成長されているかもしれませんね。ひかはな店長さん、すぐに根が出てこないので諦めかけたそうですが、10日ぐらいでね、種が割れてきたそうです。もう今頃はもしかして根とか出ちゃってるんじゃないでしょうか。毎回背景にね、可愛いキャラクターがいらっしゃるんですが、今回の背景はね、ワンちゃんフィギュアがついに登場しました。次はまるさん、アボカドの種とドグルミちゃん、ドグルミちゃん名前かわいいねというキャラクターとね、一緒にね写っています。ドグルのキャラクターでよろしいんでしょうか。何気にしてんのクマパン。2つの種が割れてきたそうです。そろそろね、なんか根が出てきそうなこの雰囲気ですよね、見た感じね。勝利さん、2つの種のうちの1つの根が横向きになんか生えてきたそうです。横から根が出るなんてちょっと変わってるよね、クマパン。その後土植えにねされたそうですが、葉っぱがねもう出始めています。これからもねすごい楽しみですよね。ニココさん、前回種がピンク色になって心配なされていたニココさんですよね。無事発根して根もね伸びてきたそうです。もう本当良かったです。ココピートの土に植え替えたそうです。その後すぐに芽もね出てきたそうです。よかったよかった。次がね、パキタさん、前回根が出てきたというパキタさんですが、今度はね芽が出てきて植え替えもなされたようです。順調に育っていますよね、この感じ。白いポットに入っていて、とっても可愛がられている、大切にされている感じがね、もうひしひしと伝わってきます。すみれさん、5月2日からね始められたそうで、まだ変化がないということです。すみれさんも約2ヶ月くらいになるんでしょうかね。クマパン園芸の変化のない初号機とともに優しくね見守っていきたいです。この他にもねたくさんのねご投稿いただきました。クマパン王子はもう毎日毎日見るのが楽しみで、ツイッターを広げてはチェックさせていただいております。以上、アボカド通信第3回目になりました。これからもアボカド栽培を始められる方、育てていて変化があったよという方は、引き続きツイッターのハッシュタグクマパンアボカドでお待ちしています。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをね押してお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと、新しい私たちの動画がね出た時に通知を受け取ることもできます。ブログやツイッターも書いていますので、よろしかったらそちらの方にもね遊びにいらしてください。ではまた皆さんにお会いできるのを、クマパン王子もクマパンのアボカドも私もとても楽しみにしてます。またね、バーイ、くまくま、バーン。またね、ご投稿またお待ちしてます。くまパン園芸。